2024年度に配備される F-35B 戦闘機の航空自衛隊の配備先が決定した。防衛省は、2023年8月31日に発表した令和6年度予算の概算要求において、同年度中に航空自衛隊ニュータバル基地へ、最初の飛行隊となる、臨時 F-35B 飛行隊、仮称を発足させる方針を明らかにした。そこで、今回は、配備に、ベストなニュータバル基地の位置について詳しく深掘りしていきます。加賀の監視四角に魔改造、伊豆、モノ第2弾魔改造計画が始まります。メガネ君の減税よりも、一括給付の方が経済効果大ありのような気がするのは私だけかな。防衛省は、2021年7月に作成した F-35 の航空自衛隊ニュータバル基地への配備についてというタイトルで記された資料の中で、ニュータバル基地に配備される F-35B は、将来的には防空任務に従事することになるが、当面は運用試験と機種転換訓練を実施する予定であるとしており、臨時 F-35B 飛行隊、仮称は、その任務にあたる飛行隊になるものと考えられる。この F-35 戦闘機をめぐっては、日本政府が2018年12月18日に航空自衛隊が運用している短座型の F-15J の165機と、複座型 F-15DJ の48機の合計213機のうち、能力向上改修に適さないフレムシップ機の99機を後継機として F-35105機導入し、そのうち42機をストブル短距離離陸垂直着陸型の F-35B とすることを決定している。そういった経緯のもと2020年度から機体の調達などを開始して現在に至る。その導入される F-35B は航空自衛隊が運用するショート、テイクオフ、バーティカル、ランドイングの頭文字から取られて呼称される初のストブル戦闘機であり、また必要に応じて海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に搭載されて運用されることもあり、どこの基地に飛行隊が置かれるのか注目されていた。しかし、ニュータバルへの F-35B 配備というのは、随分と前から決まっていたという話がある。ニュータバル基地に F-35B 戦闘機を運用する飛行隊を配置するという構想は、2018年の F-35 導入方針決定以来、幾度となく、日本のメディアでも報じられていたが、2022年7月16日に岸信夫元防衛大臣が行った記者会見の中で、約20機からなる F-35B の1個目の飛行隊をニュータバル基地に配置する方針が示された。さらに、この記者会見から遡ること約半年前の2022年1月14日には、ニュータバル基地の地元自治体である宮崎県新富町の小島隆史明町長と、隣接する西都市の橋田和美市長が、防衛省において岸元防衛大臣と面会し、F-35B の配備に関する意見交換をした後受け入れる意向を決定した。これらのことから、臨時 F-35B 飛行隊、仮称のニュータバル基地での進展は、2022年の早い段階で確実になっていたと言っていいでしょう。それ以前に、2018年の導入方針を決定した時点で、ある程度は決定していたのかもしれません。飛行隊の設置が、なぜ、ニュータバル基地なのかという誰しもが思う疑問があるが、航空自衛隊が、その所在地である新富町役場に対して、次のように説明をしている。現在、すでに自衛隊施設を整備中である、鹿児島県の馬毛島での訓練が円滑に行えること、海上自衛隊の5基地に配備されているヘリコプター搭載護衛艦加賀との連携を深めていくのに最適な位置であることから、ニュータバル基地に F-35B を運用する飛行隊を置く構想を固めたと説明した。前にも述べたように、F-35B は短距離離陸、垂直着陸といったストブル能力を備えているが、この能力を運用する際には、機体後部の推進用ターボファンエンジンに加えて、リフトファンと呼ばれる揚力発生用のファンを駆動させるため、推進用ターボファンエンジンのみで飛行する F-35A よりも生じる騒音がものすごく大きくなるのだ。このため、防衛省は、新富町役場に対して、ニュータバル基地に配備される F-35B のストブル運用訓練を当地で実施する場合は、
緊急事態を想定した最低限のものに限定し、本格的なストブル運用訓練は馬毛島で行うと説明した。実を言うと、航空自衛隊はこれまで艦艇における戦闘機を運用した経験がないに等しく、出雲片護衛艦で F-35B を運用するためにはこれから海上自衛隊との密接な連携が必要不可欠となっているのだ。そこで、出雲片護衛艦の2番艦である加賀は、2021年度に1番艦出雲に先駆けて、艦首の形状変更などの大規模な改修を行っており、これらのいわゆる軽空母化計画が、F-35B の艦上運用体制が確立するとともに、有事の際にも大きな役割を果たすと期待されている。出雲は、2021年10月に F-35B の発着艦試験を米軍共同で行っている。この訓練時に使用された F-35B は、米海兵隊岩国航空基地に配備されている第242戦闘攻撃中隊の所属する機体であった。海上と航空の両自衛隊が、出雲型での F-35B の運用体制を確立させるためには、事前の米海兵隊との密接な協力が必要不可欠なのだ。これは、新富町役場に対する説明では触れられていなかったが、実は岩国航空基地に近いということも、ニュータバル基地が F-35B の配備先に選ばれた理由の一つであると言っても過言ではないだろう。それでは、有事を想定しても、一番の戦域となる那覇基地より新田原基地が選ばれた理由は何だったのでしょうか。中国侵略が最も予想される南西諸島の島嶼防衛が、日本の安全保障上の最大の課題であることも、F-35B を運用する飛行隊がニュータバル基地に配備されるこことなった理由の一つだと言われている。確かに、航空自衛隊の戦闘機が配備されている基地で、最も、南西諸島の島嶼部に近いのが那覇基地であるが、この那覇基地は、有事の際に先制攻撃を受ける可能性が最も高いため、F-35B 運用候補基地として選ばれなかったのではないでしょうか。たとえ、那覇基地の航空反撃能力が一時的に失われたとしても、艦艇や航空自衛隊の戦闘機を運用する基地以外からの運用も、可能な柔軟性の高い F-35B を、南西諸島の島嶼部から、さほど遠くないニュータバル基地に配備しておくことは、中国に対する抑止力強化の面でも合理的な考え方だと言って間違いありません。ニュータバル基地では、着々と受け入れ準備が進んでおり、防衛省は、有事の際、基地への先制攻撃による航空反撃能力の消滅を避けるため、2021年度からは、航空自衛隊基地へ航空機などを分散配置するための分散パッドの整備を進めているが、その整備もニュータバル基地から開始されている。また、防衛省は、前述した新富町役場に対する説明の中で、ニュータバル基地への F-35B の配備に伴い、指揮所や格納庫のほか、訓練場などの受け入れ施設の整備も予定していると述べていた。令和6年度予算の概算要求 7.7 兆円の中には、これらの受け入れ施設を整備するための経費も計上されている。航空自衛隊向けの F-35B の初号機導入は、2024年の秋頃を予定しており、戦力化を完了するのは、かなり、先のこととなっているが、これまで述べてきたように、選ばれるべくして配備先に選ばれたと言っても、過言で花井ニュータバル基地の F-35B の受け入れ体制は、着々と構築されており、それは、馬毛島改造計画も同様である。F-35B 垂直離着陸機の騒音が大きい理由として、通常は、出力を絞る着陸時も、最大出力でエンジンを噴火すことと、その間も、低空に一定時間止まらなければいけないからである。そこで、ニュータバル基地では、比較的騒音が少ない水平着陸を行い、垂直着陸訓練をする場合は、馬毛島で実施するようにすれば、騒音被害は、F-35A と同程度に収まると考えていいのではないでしょうか。現在建築中である、離着陸訓練基地の馬毛島に近い、海自根拠地、通行ルートとして使われる豊後水道に近いという観点から、地政学的にも、
地元の理解が得やすいと考えるとニュータバルの一択しかないのだ。ただし、敵対勢力として航空基地攻撃能力は南西諸島の方だけ向いているわけにはいかないので、基地防空や有事の分散先まで並行して考えて策を打っておかないといけません。やがて、海自の艦載機航空隊の組織が必要になると思いませんか？今は、常駐を想定していないから、空自が F-35B を運用するけれども、本格的な空母建造及び運用が視野にあるのであれば、指揮系統の複雑化を避けるためにも、海自航空隊は必要だと思慮する。日本は次期戦闘機開発に着手していますが、新進のテスト飛行終了後話が二転三転する結末。次々機戦闘機を準国産開発するために、現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加している。今回は、その3カ国共同開発での XF9 エンジンが使用されるのか、詳しく深掘りしていきますね。F3 戦闘機開発は、加速され非凡に導入されるのか、F-35 戦闘機でもかなりの開発期間がかかっていますし、やっぱり X2 新進を量産化して航空自衛隊に導入する方が早いような気がするのは私だけ。新進をちょっと大きくして格納部分を増やすと世界最強になるかな。タイトルに関するネット上の意見あれこれを紹介したいと思います。残念ながら使われないよ。日本がイギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンで決定。石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるっていうなら、テンペストは、ドックの昔に、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システム、フューチャー、コンバット、エアー、システムに統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載してるはず。すでに予算がついているなんて、当然のことを書いてますけど、そりゃ予算はつくでしょうよ。国会を通ったんだから。F3 戦闘機については、エンジンは、ロールス・ロイス社が主幹になってるから、日本は、圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるんじゃないか。日本向け以外の F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないね。日本向け F3 には、オプションとして、石張が作ったエンジンを乗せるかもね。日本が、どうしても国産エンジンじゃなきゃと主張したら、日本用の F3 だけならできるんじゃないかと思います。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょうね。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張は、蚊帳の外ということになっちゃうんですね。EJ200 のタービン温度が 1550°C という数字はデビュー当時のもの。勝った。って思うけど、そこで喜んでちゃ、お気楽すぎだよ。日本の IHI、石川島播磨重工にタービンブレードを作らせたら即解決じゃん。国際開発の中で低中圧のタービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗という低たらく。同じ国として、日本メーカーがその尻を拭くのは当然だろう。ロールス・ロイス社はトレントエンジンでも高圧タービンは手放さなかった。しかも高圧タービンは低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかったよ。ロールス・ロイスは発表していないから具体的温度はわからない。でも EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は
DJ200 より出力 30% 割増し。当然、バックにはハイスピードなテクノロジーの進歩があるんだろう。1550°C という温度は、1980年代半ばの EJ200 が開発された頃に叩き出した数字だよ。それから40年も経っているんだけどね。日本製エンジンは使われないでしょう。エンジンは実績が重要。昔よりコンピューターが進化して、今は正確なシミュレーションができるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合はたくさんある。実績が全くないエンジンを戦闘機に採用するなんて、賭けですよね。予算がついたから国産で、となるとは限りません。今までのように、日本は、大金を出して完成品を買うことになるでしょう。もし国産にするのなら、入札か随意契約でとなるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはず。日本製エンジン、当然使われるでしょう。日本では、もう、次期、戦闘機エンジンの製造と、機体設計に、とっくに予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや、観測気球みたいな記事が、すごくいっぱい出るよね。ヨーロッパのサッカー選手の移籍とか、サッカー代表監督なんかは、代理人が有利な契約ができるようにあることないこと、自分側に、いい情報を流すけど、軍事は動くお金もどでかいせいなんでしょうね。そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされない方がいいです。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで日本の IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげると、2021年度は、次期戦闘機用エンジンシステムその1で、契約相手は IHI で契約金額は158億円。2022年度は同じくその2のエンジンシステムで相手方はやっぱり IHI 契約金額は164億円です。これが次期戦闘機エンジン設計予算から出てるのでちゃんとわかります。IHI が設計したエンジンを次は製造するわけですね。ロールスロイスのエンジンなんて影も形もありませんよ。日本は IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI 以外に、どの企業が IHI が設計したエンジンを製造するというんですか？イギリスは2027年に EJ200 の実証機を飛ばしてみたらいいんじゃないでしょうか。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF91 の段階で、摂氏 1800°C 以上を叩き出したんだけど、EJ200 戦闘機のは摂氏 1550°C くらいじゃないですか。それでどうやったら間に合うって思えるんだろう。日本向けの F3 戦闘機には、日本のエンジンを乗せるってことで納得してるんですね。イギリス向けもイタリア向けも、それぞれ、自分の国の企業に金を落としたいだろうから、ロールスロイス社は、自前のエンジンをつけられるなら、やっぱりつけたいでしょうね。となったら、日本のエンジンのライセンス生産にするとか、タービンブレードとか一部のネックになる部分は、日本に作ってもらうかの二択でしょうね。EJ200 のタービン入り口温度って、今は一体何度なんだ？ロールスロイス社は、旅客機用のトレントエンジンでも、爆発事故とか破損事故とか起きてるんだけど、知らないのかな？解決策として、日本の IHI にタービンブレード作ってもらってるわけなんだけど、あんまり知られてないのか。日本の IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度はなんと 1800°C。じゃあ、EJ200 って何度なんですかね。イギリスで2027年に飛行させる実証機を EJ200 たす SG インテークで行うって発表があったからでしょうね。日本は製造しようかととっくに提案してるのに、XF9K 以外のエンジンで一体何があるんですか。イギリスには EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど、全情報出てこないんですけど。何回も言うけど、EJ260 だってドライ8トン、
AB13 トンの非力なエンジンじゃないか。次期戦闘機どうやって飛ばすつもりなんだよ。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やすボトルネックなんだってさ。だから、そこが何度まで耐えられるのかって質問なんです。さっぱり、数字で答えが出てこないんですけど。ごまかしてる？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールス・ロイス社が作ったものだった。要するに、ロールス・ロイス社が、自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげんたでしょ。だけどそれをごまかしてません。何の印象操作しようとしてるんですか？そんなに一生懸命になって。高圧タービンは手放してませんって言い張るけど、中低圧で不具合出したのに、ロールス・ロイスは自分たちで解決できなかったよね。1550°C ならロールス・ロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理でしょ。全くと言って良いほど情報は出てこないんだけど、XG240 はテストを続けているみたい。一応は、日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらっちゃったのかも。どうしたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないんだけどね。イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジン使うだろうから、X240 エンジンにするかもしれないけど。間に合うならねの話だけど。中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだとの話を最近多く目にしています。日本の処理水問題は原子力潜水艦事故の目をそらすなんて話も出てきています。追跡して調べていきますね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうですが、どこがそんなにすごいのでしょう？それを見ていきたいと思います。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦を、竜の引き渡し式が行われました。欧竜は、広島の5基地を母港とする、そう、竜型潜水艦の11番艦です。広大な日本の領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。5といえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅にの舞台も5でした。戦艦ヤマトの勇士が呉港に浮かぶシーンもありましたね。そういえば、太平洋戦争末期、アメリカは、本当は軍港である呉に原爆を落とす計画だったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだと言われています。欧竜のデータを紹介しましょう。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数のビッグサイズと言われるほどの規模なのです。そう、竜型潜水艦のエンジンですが、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していました。しかし、11番艦欧竜派ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用となりました。かなり大きな変更があったということになります。ここで気になるのが欧竜の速力です。公表値は水上で13ノット、水中で20ノットなので、
エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方もいますよね。言うまでもなく、現在の潜水艦という兵器の位置づけは最重要軍事機密に該当します。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されるような正しい数値を公表するわけはありません。つまり、あえて従来艦と違いの少ない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦オリューだけでなく、従来の操縦型に関しても、連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示していないのです。厳重機密ということが明白ですね。言うまでもなく、潜水艦のデータを隠しているのは一言なく、世界的にも同じ傾向です。となると、オウリュウの公表値水中速力は20ノットですが、実速度とは全然違うのではないかと推測する人も多いそうですが、当然といえば当然ですね。データを隠したり、ごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう恐れがあるからです。発見されることなく、隠密行動を取る潜水艦の活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておくべき情報です。では原潜なら大丈夫なのか？ということですが、実は、原子力推進型潜水艦は、機関部分だけを考えると、理論上、ほぼ無限に連続航行できるのです。原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識です。ですから、原潜は、通常型とは逆に隠す必要がないので、隠したとしても、バレバレで意味なしと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には、原潜でも、それを動かす人間、乗組員は艦内で生活していますから、食料など物資の補給はどうしても必要です。また、狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていかなければならない人間の精神面の課題なども様々あるでしょう。つまり、原潜自体は動き続けるとしても、中にいる人間にとっては、その中での長期にわたる生活は、困難が伴うものと考えられます。話をオウリュウに戻します。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用しているので、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは考えられません。瞬間的なパワーなら、原子力推進型に遜色ないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦にメリットが多いのは確かでしょう。だからこそ、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦のすべてが、原潜である、国々が軍事力では優位ということは明らかです。確かに、建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は、一番パワーがありますし、これに勝てる機関は今現在は存在しないとも思われますから、無敵と言えましょう。ちょっと飛躍した例えですが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる人が体内に持っている A 級機関のようなものと考えられます。つまり、無限に近いエネルギーを発生できる仕組みと考えていいでしょう。永久機関については古くから作りたいとか、作られたが壊されたなど様々噂されてきましたが、はっきりと発明されたとは公表されていないようです。最近は永久機関という言葉もほとんど目にしなくなりましたが、永遠はないと考えた人類は永久機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型か通常動力型かに関係なく、潜水艦の性能の優先事項になるのは最大潜航深度と言われています。どれぐらい深く潜れるかが敵のソナーから逃れられるポイントと言えましょう。当たり前のことですが、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難でしょう。つまり、敵のソナーより深く潜ることができれば有利というわけです。要するに、
敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるんですからね。あるいは、実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が、同じ海中、ごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで十分なのです。もし、敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけですから、その場から離れるなど、水上艦艇の行動は、かなり制限をかけることができるはずです。敵の捜索行動を牽制する力があるのは言わずともわかりますね。船体に使われている素材の強度から見て、涡流波約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも推測されています。中国海軍潜水艦の深度が約 300m ということですから、それが事実なら、涡流がかなり優位とも思えますね。しかし、部隊と想定されるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海です。ここを、中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、涡流ではオーバースペックではという指摘もあるそうです。簡単に言うと、涡流をここに投入するのは、もったいないということなのでしょうか？ライオンは、ウサギを仕留めるにも全力を出すという言葉があります。強力な兵器を出し惜しみしてチャンスを逃しては元も子もないと感じます。太平洋戦争末期の戦艦ヤマトの例を思い出してしまうのは筆者だけでしょうか？潜航深度以外にも日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つ静粛性です。視界が悪い深い海中では潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは自明の理ですよね。涡流は通常動力型潜水艦ですが、原子力推進型より構造的に優れているポイントを極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持つ潜水艦になったというのです。中国潜水艦浮上事件が涡流の静粛性の証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上したのです。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が浮上したことで大騒ぎになりました。尖閣諸島付近の海中でこそこそ活動していた中国潜水艦を発見し、空自と海自が執拗に追跡し、相手波涡流からは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのが真相だろうと見られています。要するに、追跡されるまで中国側が気づかなかったということですね。涡流の静粛性の凄さを痛感したのではないでしょうか。中国海軍原潜には数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して涡流は世界最高水準の潜水艦であると断言しても間違いないでしょう。